見ます。行くしかない。スカーズ残り時間は刻一刻となくなっているが、パラノイアやりて、エントリーショックボルト、サイトウェイ、まずは天才、そしてチョコレート、ゴーストでのヘッドショット、さらにはスポーンガに対してのダメージアビリティ、時間稼ぎがもう時間ないですよ。これピースカープテイルウィンドです。いやー完璧だ、パーフェクト。もちろんスカーズ側も入れさせているという点、そしてチョコレートもバリアブの上に乗っているが、フィスカー効果落とされる。あ、でもこれでやって武器が一方的に取れるようになりましたよ。スペクターが取られてしまいましたけれども、ショックボルトでダメージが入ります。ただ先ほどと同じように徹底して配置ができているので、人数差スカーズ、パラノイア構えているアデ、お互いのパラノイア交錯する中、シンダがチョコレートを落としている。シルフィ11交換だが、武器はマーシャル、これは苦しいか。最後はアデジャンピングクラッシャーっていきました。はい、本当に僕が言った通り、狙いとしては初動こう B 入ってからの、まあ、フィスカーを生存させつつこう展開をこう考える、まあ、B 設置は素直にしたくないっていうところがあったと思うんです。そうね、ボールとラインと合わせて A 前目、ここは天才的なヘッドショット、まさに天才。開幕ファーストブラッドからの、ただ接近時間かかったことによってもバリアオーブは割れましたね。とは当てが先行していたか、ここはフィスカを落としている。リロード中狙いましたね。プラスポイントレクター、はい、ダブルキル両端、あとは入っている、ワンオンスリー。状況はファブ有利には変わりませんが、両方かなりいい削りでしたね。ヒーリングオーブでチョコレートは回復していますが、全員が HP が削れた状態、ワンオンスリーロブ。しかもファブ油断をしない配置が組めてますね。ヘブンから降りてもスポーンから出てきてもクロスが組めています。さあスポーンに対してダークカバー飛び出るロブ、1キル取るが、すでに逃げているファブゲーミング。あ、最後スポーン側でもかなり前目の配置を取っているのはシルフィー。いやー、パブの配置強いですね。裏はタレットを任せて中を全員で守る。最奥からフィスカのピーク、シンダーが落とされて一気にリテイクに入ります。マリンオペレーター、前目のテールウィンド、ダブルキル、キルが続いているが、この配置はどうだ。2オン2 HP が少ないか、いや時間ないですね。残り時間がない、またしてもスパイ B に行きますが、設置に対してはアビリティ落ちません。リングサンダー打たない。ここで打ってきた、食らってしまったチョコレート、外にアデ、そしてロブ、中央にはフラッシュポイント、これは止めれないですね。窓に対しても車線が通っています。両手裏を押さえている。一気に5人解除止めた、前に出てきているが、ここは両手解除成功、チームエースでスカーズの勝利。ここは逃げを優先しました。一発当たりますが生存、死んだ。リテイクのロックダウン、ミンティの裏取りをかなり警戒してるか。これでディフェンスの配置を崩せる。ロブ、ここは引いていく。チョコレートヘッドショット、ここでロブがダブルキル、オペレーターでさらにはマリン、ブレイドストーム展開、ヘブン下落としていくマリン、しっかりとアデのカバ ーストームがあります。さあリテイク配置、スカーズ5対5です。あれパラノイアを構える、3人食らっているぞ。パラノイア返し、マリン死んだ死んだ、いやマリンのポジションいいですね。サイト中には天才、裏取りのミンティ、ミンティの裏取りは一足遅れてしまったか。アランボットがここで反応、ミンティ1キル、これ止めれないですよ。サイトの設置が、さらにはナノスターム引ききれない。チョコレート、サイト中取り残されました。ここはあれインサイトのリテイクが早く成功しましたが、ミンティ11交換、うん、いい、人数差は2対3、スカーズが有利ですが、天才がオペレーターを所持している。今日はアデも生きているので、シルフィーが人数差を取り返す。2オン2、このバリアオーブ厄介ですね。前に出る、死んだ、1キル天才、ここはショックボルト、だがアデの HP は、いやー、これ解除成功した、帰ってくる。シンダーロックダウン使う余裕ないぞ。サイト裏のシンダー1キル、ここは天才のカバー、あでもカバーでサイト内に入っていくか、ここは天才2オン3、アルティメットが上がっていないぞ。マキのアリツキ、ここはフラッシュポイント、どっと設置ができていない。サイト中、さらにはフラッシュポイント、ハンターズフューリー天才、ワンオンワン、残り時間15秒、いやこれはリコンがあと3秒で上がるか、あと10秒、
斉藤クリアリオータこれ許さないが、スポーンが当たってるガレージ側、スポーンガレージ、シンダーロブとキルが続きます。さらにはフラッシュポイント、人数差ができてからのこの配置のスカーズ、アランボットが反応した瞬間のフラッシュポイント、ここは11交換サイト内、さらにはリョータロブとキルが続いてスカーズタイミング、ここは調整ラウンド A ショート、フィスカーのシェリフ、うん、ここは1キル交換、ただ天才は逃げれませんよ、これ勢いがとどまることを知りません。またしても1日交換 A でキャリアダウン、結果的には3対2で A に設置完了となります。カーズなりました、ね、あーナノスワームでチョコレートが後ろに下がらざるを得ない結果になりました。さらにはスポーン側にダークカバー、ナノスワーム、アランボットもつけて、かなり硬い配置になっていますが、武器的にもこれ取り返し難しいですね。ショックボルト残り HP が11、さらには壁抜き、風前の灯火ミンティ、頭に入れるもここはロブ、残ったのはチョコレート、スモーク抜き、ダークカバーはそろそろ晴れます。いやー3人死んだ、上がっていくが、その先にはチョコレート落としていく、スペクターでヘッドショット、そして自身は生存、パラノイアを使わせたので安全に C に入れますよ。サイトナガのシーフィー粘れるか、スポーンからもカバーが入る、シンダートリプルキル、いやーシンダーがめちゃくちゃ強い、武器差があるにもかかわらず 2-on-1、 スペクターでほとんど打ち勝ってみせましたよ。いやーにも打ち勝つ、死の7サーメフラッシュポイントで勝負をかける、食らってしまったミンティ、エコネクターからフィスカーのカバー、すでにサイト内に入り込んでいるぞ、リョータよく反応したが、そこにもフィスカー 3-on-2、 サイドポジションがかなり強いので、死んだ会場に対して打ち込むが、ハンはできる、アデパラノイアもうすでに使ってしまっている、そうですね、ショルダーピーク、ここで上がった、ダークカバー飛び込む、あれ祈るしかないシルフィー、引き出しのワンピックがあまりにもうまいですね。いやーでもこのラウンドはフィスカでしょうね、パラノイアで返したんですけどね、一瞬見えていました、あれをブレイドストームで一戦、慌ててパラノイア打ったのも自分がスパイクを持ってるからなんですよね。しっかりとアップドラフトの音を聞いて、落としたい天才、落としきりました、落とした、4対5という人数差を作れました。さらにはショックボルト、そしてロックダウン、即座に出ていく、マリンが天才を落としていますが、ロックダウン返し、ワンテンポ置いてのロックダウン返しです、これは壊せないですね。あシンダーはここは捕まってしまいますが、サイト内に入れないのはファブゲーミングも同じか、お互いが2人拘束、さらにはナノサーム、フラッシュポイントも構えているリョータ、食らってしまう、前に出るスカーズ、アデマリン、体勢が崩れた、勝負が決まってしまうか、フィスカーが1枚返すか、そこにはアデ、体力がない、アデのトリプルキル、お見事、ほどのラウンドの余裕があります。この配置を見ていると、そのラッシュのような気配というのも感じ、まだ使ってなかった特殊スクリーンをここで使う、フィスカーのシェリフ、ただ設置は強引にできましたね。さあ設置に入りますが、設置した診断を逃しません、天才フィスカー2-on-5、あれは解除阻止のポジションですけれども、難しいですね、ミンティがロブ落として 1-on-5、 スネークファイトあと1個しか残ってないので、解除、あトップ、これはでどうしようもない、 1-on-5 囲まれた、しまる、そうですね、マリンに荒らされてしまうと、だが壁抜き、いやうまいですね、チョコレート、ここは落とされて、バリオーバー使わない、お天才のショックボルト、素晴らしいショックボルト、だがあえて設置をせずにシンダーが頭1個で待ち構えていました。どうでしょうか、まだ設置ができていないのがちょっと怖いですね。ノブ中央で立ち回っているフィスカーのブレイドストーム、ここは一戦、残り時間20秒、ぞリコンに移るがお構いなしと足音を立てて敵を誘います。フィスカー、まずいのあれを拾いに行けないんですよね、バリアオブもあります、倒す判断、ロブバリアオブのせいで登れないんですよ、いやー物がないので裏を取られた、いやマリンのチューブ、チューブですね、そこはしっかりとチョコレートをカバー、だが中央に展開しているのは
カーズ、いやー見えてなかったですね。ガイディングライト、死んだよ。壁抜きでチョコレートを落とすが、 B メインシルフィーが1人落とすも11効果。チオの打ち合い、ここはフィッ、いやうまいぞ、いいっすか、締めた、いやーグワッとキル。ミンティーも解除に行っていた。4本目ファブゲーミング、こういったプレーをすべきところではあるので、なるほど、ちょっとこう立ち回り危なかったところがありましたけど、そして目の前にファントムがあったにもかかわらずジャッジ継続そうですね、今拾いませんでしたね。しかもこれ剥製ジャッジですね、動きませんね、動かないジャッジです。シルフィーが中央の情報をかなり前目で取っていましたね。そしてミンティー頭1個マリンを落としてタップ打ち、リョータがしっかりとカバーを取って4対4、リテイクのシルフィー、トキシックスクリーンだが素早い爪当て、あえての前爪ですね。そしてシーカー、問題は設置どうするかですね。さあキャットチョコレートが見えましたが、天才のショックボルト、またしても死んだが落とされる。いやーうますぎる、あてが1人取り返す、2オン3天才。そしてフィスカー、おっとこれはバリアオンもあるので、ワンオン離婚に移って、いや怖いですねこの駆け引き、忍者対決、壁抜き、弾が足りない、会場に入ります。ショックボルト、おおここも研究できてる。マリンの HP が若干削られたか、ビスカ側で落としてマリンが天才を落としている。オペレーター対決、お互いキルを取り合っている。ピンポイントに置いているマリン、合ってましたね、相手の動きを読み切っています。しっかりと試合の中で相手の癖などを見て判断しますね。そこでシルフィーはもうワンチャンス狙ったポジションですね。裏を取った、2人見えている、サイキャリアダブルキル、これはでかい、時間が25秒、取りに行かないといけないが、その間に裏も挟めます。強制さ挟めた、人数差、時間ない、残り時間16秒、ミンティーが立ち回る、設置するしかない。リョータ挟まれている、これは2人でタイミング合わせられますね。うわ、キル、ワンワン真上だ、同じ動きをしてる、どちらの読み合いが勝った、読み勝った、ミンティ打ち切った、これは思い切った動きでしたね。うわショックボルト、天才的なショックボルト、マリンとシンダーが落とされて、さらに天才だ、進むぞ、サイトエプラント、リコン打った隙間、ロボは伸ばしません。ただフィスカーロボ落としてワオスリー、リコンに移っている、うん、ミンティ絶対絶命でしたね。テイクシルフィー、うん、頭は見えたか、いやシンダーがシルフィー落としている、アデがスネークバイトポジション、ね、ショックボルトもあるぞ、これで時間稼ぎをするということですね。早々にスネークバイトを打ち込んでいきましたが、フィスカーがハーフまで解除を行っている。さらにハンターズフィリー、ロブ手前を詰めているチョコレート、残り時間は少ないが、これは解除できませんね。リョータが天才を落として、あでもキルを取っている、残ったチョコレート、うん、ここは解除ができませんでした。位置関係ですね、何が見えた、チョコレート、このタイミングで移動してくるのが読めていたのか、ダブルキル、ここでバイパーズピット、打つしかないですね。ただ設置にはいけていません。リゴンボルト、死んだがリョータを起こす、あでもここでバリアオブを使ってしまったので、また勝負抜いていくチョコレート、フィスカムロボ落としている、2 on 5、設置されてなければ無理にこのバイパーズピットの海の中に入る必要もないんですよ。天才、あと30秒、設置音が一瞬になったか、後ろ取った、チョコレートレース、パーフェクトラウンド、あのここで設置に入ります。シンダー裏を取られたか、ミンティーがキッチンからヘッドショット、あでここもミンティ、いやミンティがデバウア完了で体力150なので、エイムで道を切り開きましたが、ミンティ強いぞ、キルを重ねるのか、2 on 3、人数差は変わりました、ミンティが止まらない、残ったなリョータ、いやもう完全にこれファブ有利になりましたね、残り時間も少ない、リョータここでミンティー落とすもワンオツ解除する余裕がありません。そしてシルフィーのスネークバイト、前に出るリョータ、そこにはシルフィー
こうなってくると無理に購入したスカーズは次のラウンドもクレジット苦しいです。そして前半のフィスカー、後半のミンティが輝いてますね。で中にはホットチョコレートもかなりいい活躍を見せてますからね。本当にいるのかシルフィーが抑えます。シルフィーそこも読めている。さらには中央壁を消すわ。抜き差があるが当ててるぞ。むしろ残り HP は47。ただなかなか倒すことは叶いません、うん、ここはシルフィー死んだ落として来てますからね。マーシャルリオタフィスカー落としている。 3-on-3 さあチョコレートにはリリザレクションがある。フィスカーが起き上がる。あただバイパーが生きているのでスネークバイトが襲いきます。ハーフすら許されない。ドブラシェリフこれはどうしようもないぞ。チョコレートのダブルキュー物足りない状態、無理買いですよね。消えますね。ミンティが追われている。エルボー、うん、ここにはインセンディアリー引けませんでした。ミンティはスカイ採用の強みが設置に対してはショックボルト。ただこれ中オープン設置ですね。で引いてロング側からインセンディアリーで解除阻止。インセンディアリーはない。もうすでにエルボーに使っていましたね、うん、そしてやはりこの解除阻止というのを警戒しているのかファブゲーミングは B ロングの裏取り2人ダブルピーク。フィスカーのシェリフ派手な体力がないですね。そしてスネークバイトをここで使っての時間稼ぎです。もう打つしかないという形ですよね。サイト内の守りはどうでしょうか。シェリフが解除を立っています。ここはエルボーからのトリプルピーク。ショックボルトもあるか。おっとフィスカーに対するケアは誰もしないぞ。ただ時間稼ぎはできてますね。2-on-2天才がシンダーを落として、いや間に合いませんこれは。フィスカーが4キル取るもスパイク解除はなり。ここは A プラント抜けていく。ミンティそこにはリオタ。そしてこのトリプルの中にはインセンディアリーがありました。インセンディアリー先に開くんですね。裏取りのフィスカー。さあこれフィスカーを抜かないと。ああ抜いた。あれがシェルフィでフィスカーを落として最初のリテイク。バリアオーブはチョコレート。シンダーを落としていきます。ただバリアオーブは割れたか。ガイディングライト飛び出すがそこには天才シェリフ。天才落としきるが最後の一人だ。設置を安全にするための方法を優先しますが、いやーここまで来たフィスカ。ダッカバの裏ケアできるか。ロベなんとか一置交換。ただ人数イーブンかこれで 3-on-3 ランプが取れていません。ロベ両タ残ったのはロベ。ここにはシルフィーク。いや何よりもロブのハンターズフューリーですかね。相手の位置ももう完全に分かっていたので、その上でしっかりと相手の体力を削ることができていました。体力少ない状態でこの次のラウンドのことも考えたいですね。やはりオペレーターな気がしてますけど、今のところスカーズのガイディングライト食らってしまう。フィスカーよく見ている。ここにはミンティダブルキルノースクリーン。さらにはシーカーショックボルトだがシルフィー天才とキルログはファブゲーミング。やばい。ロブが2人取り返す。今回 A4 配置なんですけど、おっとあでもキルを取ってスネークバイト。いやこれ A4 配置入りたくないですね。ここはアデが落とされて張り際、うん、ここはロブが打ち勝ちます。そのオビタルストライク前に出る。でこの隙に設置して後ろに下がっていつものおなじみの守り方をするか。ただここに来てロックダウンを切るのはミンティ。前に出るか後ろに下がるかスカーズの判断はいかに。サイト内からも天才挟まれたロベ逃げ切れない。パラノイアも食らってしまっている、うん、いやこうなるとさすがに時間をある程度つく。ああ来た。これでバリアオーブでバイパーズピットニアピンポイント。いやーハーフまではいってるがどうだ。研究はできている。あれスネークバイトが打ち切れないのガイディングライト避けている。フィスカーがリオタを落として、さらにはマリンダブルキル。その距離 ADS インセっていうところがありましたね。さあ B 側に対してスカイスモークチョコレートがフィスカーを起こしますが、サイドから飛び出たところ、ここもマリンホントズフューリー設置ができていません。時間稼ぎは十分できる。これでさらにはショックボルト
これバイパーが落ちたので先ほどと同じ手がもう打てないんですよね。ショックボルトでマリンの HP がかなり削られた。もうスカーズアビリティほとんど残ってないですよ。マリンのオビタルストライクは1キレで溜まりますが素早いリテイク、自信ごと打ち込んだ。うん、おお、でも天才が落ちた。ラウンドこれ前半ラストラウンドなので、おっとこれ落としたな、大きいぞ。さらにはピントン、チョコレートの HP が削られる。入れない。ショックボルトを打ち込んでエルボー展開、横を取りましたが、ここもマリーン、ショーストッパー、さらにエルボーでのキル。いやー、完璧なラッシュが刺さりました。残るはミンティ、敵の位置は分かっているか。飛び込む、1キル、うるさい。お、抜き切りましたショーティ、そしてまだ生存。いや、中にいるフィスターもこれ落とされましたね。ブーンボット、フレンジ、スパイクは回収しましたが被害は甚大、2オン5。いや、ビーズメこれ読まれてましたね。 B4 配置を取っていました。さらには裏からはマリン、残り1名、シルフィーが落とされて残ったのはミンティ、チョコレート、マリン落としている。浴場はまだ顔を出しません。チョコレートのこの位置はどうだ、降りた位置でバレたか。食らっている、後ろだ。おお、対応でした。リオタ天才を落とします。さらにはランプ、ここはシルフィー、アデに打ち勝ちますが HP が少し少ないか。いいパラノイアだ。さらにはダッカバ、時間を稼ぎます。ランプ、ガイディングライト、1人持っていった。残り時間は少ない、ナノサーマー展開している。ます、ね、残り1名、残りはミンティ、強引に解除に行っているリョータ。ここはミンティクラッチプレイ。いや、マリンの位置、いや天才も気づかない。ここはマリンが天才落としてエルボーに引くも、何が起きてるのこれ。その後ろにはフィスカーがいる、落とされるマリン。残り1名、おお、取り切った。結果的には判断正しかったとは思うんですけどね、その隙を突かれてしまいましたね。もちろん普段の癖でこの強力な武器を所持してしまったというのもありましたね。ちょっと天才気まずそうでしたね。欲しいかですか。シンダーのこのポジション、ショーストッパー打ち込んだ。いや、スパイカー飛んでいった。フィスカー、これはでかい。さらには斉藤上、ここはミンティが抑えます。ここでオービタルストライク、ダブルキル。設置も間に合わなかった。残ったのはミンティ、A ショート、両者が落とす。シーズンクラウド、時間がかなり稼がれますが、シルフィー、これは早い攻めになるぞ。さらにはハンドフィーリー捉えている。マリが襲われる、ウカにはパラノイア、クラッチはいない。ここはミンティが襲われて、サイトラインにはすでにフィスカーが入っている。位置は捕捉しているが、もちろん顔は出してはくれません。さらにはマリアオブ、あで、スネークバイターもありません。設置できたし、なんなら、まあ、ちょっと味方を落とす余裕はないですが、チリオン4、フィスカ、リオタ落として、死んだ。サイト内2オン3、アデの HP が残り少ないか。いや、状況は間違いなくファブ有利です。サイト内のリテイク、ここも死んだ。エルボーとBロングの配置、いや、シルフィー落ち着いてエルボー下がったの、素晴らしい立ち回りですね。アデが落とされて死んだ。ここもシルフィー、シルフィーを襲います。一旦設置の手が止まるか。あと30秒、リョータ浴場の勝負は、ここは天才しっかりとフラッシュを避けていました。さらにはオールドローンでロブの位置を確認、リザレクション、4対5です。マリンのオペレーターがあるので、リテイクの形は少し苦しいか。フィスカーがシンダーを落としている、裏取りを落として、さらにはランプ、ここはシェリフィー、マリンがフィスカーを取り返すが、残り時間、そして人数が足りない。ロブインセンディアリーでミンティが引けないようにはしますが、ここはセーブな判断ですかね。確実に人数を削ります。単純に運で攻めてるんじゃなくて、今までの情報の中でいけるなと思ったらその手を使ってくるんですね。なるほど。で、それを素早く実行する連携とか作戦の組み方っていうのは十分に練習しているのがパブなので、今も早すぎ、誰ができるか。先行しているシンダー警戒しているか。いや、2人いるぞ、前に出る。アデトリプルキル、アデが繋いだ。スポーン抜けを落としている。
ロックダウンが入ってはいますが、止めれないぞ。死んだ。カーシャル入っています。ハーフ。プレイヤー1人を拘束ですが、バリアオーブで倒しに行けません。このバリアオーブは逆に刺さってしまうか。会場に入ります。いや、これ空いてる。うわ、残り時間少ないが、リョータ、うわー、取り切ったミーティー。抜けますか。ガイディングライト抜けていく。マリン、おー、リョータ2オン5、オーバータイムへ繋ぐことができるか。スカーズ、さあ、そしてフッカーは鉄壁の防衛。シンダーがいますよ。バレた。さらにはガイディングライト、シンダー箱上、打ち勝ちます。残ったのはチョコレート、リサレクションもありません。いやー、オーバータイムまであとワンキル。正真正銘オーバータイム、ワンオンファイブクラッチなるか。斉藤へ、リョータ、オービタルストライク勝負。ロケッツ、ロブが前を取っている。お前テールウィンド、残りスピードが10になる中も死んだ落としています。このバリアオープンのせいでチョコレート飛び出してダブルキル。ロブが1キル取り返す。どうだ、ダブルキル、リョータもキルを取っている。ツオンツー、設置してる側の方が有利には見えるが、お互いの位置バレましたね。これで浴場に押し込まれる形、さらにはダースも刺さっている。こうなるとロベパラノイア食らってしまう。会場は聞こえたか。いや、シルビアガチだ。解除している、シルビア止まらない。解除成功、2オン2、強引に解除に行きました。シルフィー形、いやー、やはりこれで行きますよね。パラノイア打ってのランプ2人隠れている。アデ、スパイキャレーが落ちます。問題はここのアデ、マリン、ロブ2オン5。分かっていてもやはりこのアデのワンウェイスモークを使いながらのこのポジション対応ができないか。さらにはスネークバイトで時間を稼がれます。確かにそうか、ファブフラッシュないもんな。天才ミンティがアデを落としている。天才もキルを取っているぞ。2オン3、分からなくなってきた。さあ、フィジカル勝負です。ここはミンティ、いや、スパイクを回収しきれていない。天才削っている。ショックボルト、リョータ、ここは逃げ切れない。逃げるところにピンポイントに体力がない。ワン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 、キルには至りませんでした。あとは設置いけるかどうか。おっと、ヘブンの天才とリョータのダブルキル。さらにはポイズンクラウド、そしてシーカーが上がっています。シーカーが上がってる。設置成功、そしてアデがスネークバイトポジション。状況は圧倒的スカーズ有利ですよ。チョコレート姿見えた。だが A ショートからもカバーが入ります。無理はできないですね、一人なので。ヒーリングオーブ、ガイディングライト抜けていく。リョータ、このラウンドトリプルキル。2オン4、残ったのはシルフィー。おっと、いいキル持っていく。会場を鳴らして、ここはマリンファーム。シルフィーもポジショニングを完了している。マリンはまだバレてはいないので打ち出しませんが、まずはマリン、シルフィー落としている。ただこのバリアオーブが邪魔ですね。4対5、両端もフィスカ落としているか。スカイスモーク、いや、どうだこれ。チョコレートかなり辛い位置だぞ。チョコレート押されて、天才がダブルキル。天才がこれ抜かれるとミンティのみになるのでかなり苦しいですが、サイト中に行きますが、まだ7サーマンあります。いや、どうだ、ミンティ1オン3。いやー、シンダーが取り切った。これはオーバータイムをつなげることができるか、ファブゲーミング。うわ、そしてこれ B